ちっちゃい。生後2日から3日の子猫ですね。まだへその緒がついてるので3日ならないと思います。しっかり手袋をしてね、お世話をします。シリンジと比べてもこの大きさです。自分の力でね。あすごい。うわ見るけど。すごい。すごいよ。上手いね。すごい。耳の動きも可愛い。ミスちゃんっておかわりな。いやこの子たちはなんかご飯に関しては心配いらんな。ありがたい。ほんと生命力がある。おはよう。おはよう。40。
昨日より10増えたかな。うん、おはよう。グッドモーニング。もう街がちっちゃいけど街からやるか。ね。なんかベリーちゃんの方がでかいもんね。うわあ、もううまくなったね。手を重ねてお上品な飲み方セレブねえ、ほんとセレブよ。なんでいけるでしょうが。なんでそんな横にすると雨せんで仲良し兄弟。うわー、マッチョお尻が赤いね。うん、マニアがついたりしてね、あの荒れてるみたいなので、これはぬるま湯ですね。必ずこうやってちょっと清潔に保ってます。もうどうしたかな。目が切れるな。マッチちゃんは少し今ね下痢をしてます。うわ、目が開いた。おめでとう。うわ、見てこの万歳スーパー。あ、でもダメだ。よしよしします。お目が開きました。ただまだ全然見えてないです。おはよう。おはよう、二人さん。マッチ目が開いたね。あ、かわいいな、マッチは。目が開いたらやっぱますますかわいくなるな。ベリちゃんも頑張ろうね。目あっぱちだけよね。あ、マッチのお尻の赤みが少し引いたかな。あ、少し引いた。初乳をね飲んでない可能性もありますので、まだ全然気を抜けませんね。お目目がかわいい。何このかわいい。ビニャンビニャンに育ってますね。あ、来た来た、ね、あ、昨日はねほとんど飲んでくれなかったんですけど、いろいろね飼育環境を探ったおかげで飲んでくれるようになりましたね。ミルクの感覚もちょっとまた詰めました、うん、ね、一時期3時間ぐらいまで開けたんですけど、また2時間に戻しました。やっぱり、ね、絶対命をね助けるためにね頑張っていかないといけないですね。胃袋の大きさもちっちゃいしね。一気に飲めるのがねこの子はね5ミリですね。5ミリで飲めなくなるんですね。だからやっぱり2時間おきやね、この子を育てるには。5ミリで続けるしかない。そう。お尻ももうゲリピーで。そう、お尻がね、下痢で荒れてるんで毎回清潔に保ってあげます。だから飲んでも飲んでも出ちゃうから、多分脱水になる。そうなんですよね。でもね赤みが引きました。もう真っ赤だったのが足の方の赤みもね、毎回綺麗に清潔に保ってるおかげでね赤みが引いてくれましたね。すごく元気に動いてます ね。元気だけど気が抜けないですね。いつ急変するか分かんないので。昨日体重の増え方がちょっと止まったもんね。止まったんで少し心配したんですけど、で、ね、脱水が進んでたら本当に病院に行ってちょっとね
また点滴とかも必要になってきますので、猫猫で点滴もかわいそうやもんね。さっきから1時間しか経ってませんけど、泣き出したのでミルクを与えたいと思います。このくらいの子猫は泣いたタイミングであげるといっぱい飲んでくれます。もう飲んだ、少し、何でもいい、少しでもいいけど飲みなさい、ね、飲むのが大切、ね、生きるためには飲んで、ね、飲まんと生きれんけんね。マッチは目が開いてまだ見えてないはずです。これはただね、目が開くと超イケメンですね。めっちゃイケメン、わーかわいい。マッチ復活、マッチね、しばらく全然飲まなかったんですね。だから脱水だったんでしょうね。回数をめっちゃ増やしたね。ミルクの回数を増やして、段ボールの中の温度調整とかをね、こまめに変えながら探っていったら、しっかり飲んでくれるように復活しました。前進しながらね、やっぱり猫猫は脱水が一番怖いですね。手本スタイルね、片足上げスタイルで最近どうぞやっちゃってくださいみたいな感じをね。これがね、最近のマッチの定番おしっこスタイルです。全身大してくれてます、ね、お母さんどうぞ。僕おしっこします。かわいいよね、ほんと。引っ越しです。はい、ベリーマッチとドレミファソラシドを一緒にしていきたいと思います。血液ってね、動くことによってお腹も減りますし、ミルクの量も増えていきますね。ここまで来れたね、なんとか。本当にあー感動。ここまで来るのがやっぱりドキドキよね、毎日ね。生きとるやろうかってね、この2匹は。マッチ一番ちっちゃいのになんか探検しよっちゃけど、尻尾ピンって立って。マッチはまだ220から30あたりですね。ミルクもらえて分かっとるよね。うん、分かっとる。ね、行列ができる料理店みたいね。お、かわいい。何この大きさ。マッチ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 。できた。マッチ。マッチおいで。マッチおいで。え、マッチおいで。マッチおいで。頑張れマッチ。マッチマッチ
ってねんねできていいね。参戦しています。特別対策室を出て、まあ、運動会に参戦中です。ここに妖精がいます。猫の妖精発見。マッチですね。あ、今来てるのはソラちゃんです。ソラちゃん興味津々です。ベリーちゃんいじめんでよ。ここに猫の妖精が来ました。ソラちゃん、マッチ優しくしてあげてね。一番ちびちゃんなんやけんね。マッチ逃げて、やめてください。マッチはちっちゃいけ守ってやらんといかんですね。はい、マッチからミルクです。マッチちゃん全然体重が増えませんね。
マッチまた飲まなくなっちゃった。マッチどうした？寝起きやけんかな。うん、まあでもタイミング的に早いのは早いけど、もうニャーニャー言ったけん作ったけどね。ニャーニャー言った？あのね、うんちしたら必ず教えるんよね、うん、だけん、うん、多分そっちのニャーニャーやったと思うんだけど、うん、霧が出るようのニャーニャー。でも生えとったらと思ってすぐミルクを作った。痩せとんもんね、マッチ。太りきれんね。ちょっと病院行こうね、また、うん。244。ああ、減りよるね。やばいね。やばいね。どうしよう。明日朝一で病院やね。260まで頑張っていったんだよね。244やね。なんでだろう。あとの子はね、なんかこんな走り回るぐらい元気になってますけど、マッチだけ元気はあるんやけどね。うーん、ぐったりとかじゃないけども、とにかく体重が増えない。ミルクも結構、ね、のなんか乗ってる時は飲んでくれるんだけど、それでもね、量が足りないんだよね。点滴しよっか、してもらおうか。下痢止めをちょっと多めにもらってこよう。うーん、いやちょっとひどいよ。 AD 缶飲ませよっか。ミルクと割ってちょっと栄養不足なるよ。ちょっと怖いね、うん、はい。マッチが体重がいまいち増えないので、 AD 缶を溶いたミルクをあげたいと思います。もうね、離乳してもいい時期ではあるので、ちょっと飲ませてみようと思います。栄養価が高いので、これでね体重が増えてくれたらいいんですけど、ちょっと体重がとにかく増えない。この子はもうちょっと母猫がいても難しかったのかもしれないよ ね。こうミルクの感覚とかも詰めたりとか、マッチ対策室とかを作ったりとかね、いろいろ工夫してますけど、とにかく増えない。増えない、ね、もう増えたと思ったらすぐ停滞する。それでマッチだけ2時間にしたりね、3時間にしたり、なんかいろいろ試してるんですけど、なかなか増えてくれないね。今まで一番ちょっと手がかかってる子ですね。なんとか助けたいと思います、ね、まだちっちゃいもんね。遅いんだよね、全然大きさが違う。ベリーちゃんも500超えとるもんね。ベリーちゃんちょっと大きすぎるんだけど、普通は350が平均なんだよね、うん、マッチはまだ245ぐらい ね。一時期260まで行ったんですけど、下痢になったら痩せるんですね。減っちゃう。ちょっともう減ることなくなったから少し安心してたんですけど、ちょっとまたここに来て減り始めたら焦るよね。ちょっと病院行った方がいいかも。この子だけはもうちょっと目が離せない、うん、見てください、この大きさの差。そうほら全然違う、ね、町は必ずあそこに戻っていきます。あそこがね、マッチの寝床なんですね。ね、こっちでは2匹寝てます。はい。
254g、一時期 242g まで下がったので、10以上増えたね。病院に行って、ね、あの成長剤をもらってきました。下痢止めを ね。そしたら昨日からちょっと飲ませ始めて、で AD 缶に変えてね、うん、AD 缶プラスミルクを今シリンジで与えてます。またちょっと増え始めました。あ、よかったね。あ、よかったよかった。よし、頑張ろう、マッチ。はい、マッチョ薬タイムです。え、やだ、ごめんね、ちょっと首待つよ。はい、頑張ろう。美味しくない、あ、美味しくない。頑張れ頑張れ、マッチ、大丈夫。お口直しが来るよ、お口直しが来る、ちゃんとお口直しが来る。あともうちょっと頑張ろう、頑張ろう、マッチ、マッチ、口開けマッチ、あ、ごめん、テンション下がるね。マッチちゃんが最近よく飲んでくれるようになりましたね。ちょっと体重測ってみましょう。じゃーん、おー、275。すごいね、170でずっと止まっとったのにね。170で止まって、その後240で止まって、ね、260まで行ったけど、また240まで減って、ね、240からが増えんやったっちゃんね、うん、これはまずいと思って、で病院に行って、240で病院行ったというね。そうで30一気に増えたね、うん、よかったね。うわー、妖精の顔つきマッチマッチ、お腹もポンポコリンですよ。あー、よかったね、毛並みも良くなってきたね。安心です、ね。生まれてよかったと思いよっちゃろうね。なんかキラキラしとるよね、みんな。うん。かわいい。本当助けてよかったなって思うね、そういうの見ると。やめなさい。マッチに絡まないよ。ちっちゃいんだから。あ、元気ないね。マッチ、頑張れ。病院があと1時間で閉まるので、土曜日ですね、今日。あ、日曜日か。子宮連れて行きたいと思います。頑張ってほしいな。助けてあげることができませんでした。Thank you.
今日ね44日かな。ミルク飲んだ後は必ず二子ママのお膝に行って一時座っとったよね。ミルクおかわりかなと思ったらお膝やもんね。ミルク飲んだ後も抱っこして抱っこしてって言っていつも来てました、この子は。でお膝の上で、ミルクは飲まないんですけど、お膝の上で丸くなって甘えるほどのお膝猫でした。天国に行ってもお腹が減らないように満タンのミルクをお供えしたいと思います。